皆さんこんにちは、猫背のアジト、理学療法士の小宮時明です。今日はですね、スペシャルゲストに来ていただきました。理学療法士で側弯症のスペシャリスト、古田さんに今日は来ていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではちょっと簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、私、埼玉県和光市で、側弯症専門治療院を経営しております、理学療法士の古田博之と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで僕自身側弯症って正直縁がないなって思っているんですけど、はいはいはい、実際今日は専門家に見てもらったら僕は本当に側弯症がないのかどうかっていうのをぜひちょっとねチェックをしてみてもらいたいなというふうに思っております。はい、任せてください。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そもそも側弯症ってワンパターンしかないのってご存知ですか？ワンパターンっていうのは側弯ってこう S 字にカーブができちゃう、はい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 、ちょっと特殊な疾患なんですけども、はい、絶対このパターンしかありえないというのがありまして、なんかこう右とか左とかいそうな気がするんですけど、はい、もう絶対このパターンしかないので、そのパターンちょっとお話ししますね。はい、はい、とまずこれが背骨なんですけれども、はいはいはい、側弯症っていう疾患は背骨が歪んでってしまうんですけども、うんうん、今こうやって見てみると後ろから見ると普通にまっすぐになっている状態なんですけども、うん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 、こう S 字にしなってきてしまう疾患なんですね。でこれが一番多いのは特発性側弯症って言って、うん、思春期の女性に一番多く発症するんですけども、未だによく原因が分かってないって言われているので、うん、どうしてなっちゃうかはよく分かってないんですよ、うん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 、ただもう湾曲するパターンって決まっているので、まずですねこの肋骨の横についてる胸椎っていうところがあるんですけど、はいはいはい、ここが上の部分だけがまず右に1回しなります。おこっち側に、はい、で下はどうなるかっていうと今度腰椎のところですね、はいはいはい、ここは今度反対に左にしか側弯っていけないんです。このパターンは絶対ないってことですか？そうですこの逆のパターンがほとんどないのでマジっすか？なので知らなかった、なんでそうなるかっていうと、はいはい、左側に人間って心臓があるので、心臓がある側に背骨って歪もうとしたらもうやっぱ生命中枢なので、うん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 、絶対こっちにはしなれないんですよね。あ、なるほど。何もないこっちに一回しなりたがるんですよ、はいはいはい、で今度そうすると右側に肝臓って一番人体で一番大きい臓器がいて、うん、これなんか潰せないので、うん、そうなるとこう行くんじゃなくてこういった後こっちに行くと逃げらんですね。あー、なるほど。内臓の配置の影響があるってことなんですね。そうですあー、なるほど。でたまにごく稀に臓器が逆転してる人もいらっしゃるんですけど、うん、そのごく稀のうちの一人が側弯症になるというケースはほぼないので、そうですね、はいはい、なので必ずできようとこういうふうに側弯することが、非常に多いです。あ、はい、なるほどね、はい、いやこれはね勉強になりました。ありがとうございます。なんかいろんなパターンあるのかなっていうふうなイメージがかなり強かったんですけど、はい、この1パターンしかないっていうのは僕の中でちょっと初めての知識ですね、はい、そしたらちょっと早速、はい、僕の側弯症があるのかどうかっていうのをチェックしてもらいたいなと思います、はい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 、そしたらじゃあまずは仰向けになっていただいてですね、側弯のチェックはもちろんレントゲンとか撮れば一瞬で分かるんですけど、背骨だけこうやって自分で背中見れないので、体がどのように影響しているかっていうことについてですね今日お伝えしていきたいと思います。で一番分かりやすいのが足の長さですね。足の長さでチェックしていけるとよりいいかなと思います。やり方なんですけれども、このような形でまっすぐまず寝ていただいたらですね膝を深く曲げます、はい、両方とも深く曲げます。この自分でできるだけ深く曲げて、そうですね、はい、なるべく深く曲げていただいて、でちょっと足と足つけられますか、足同士、はい、ありがとうございます。でこれで一回お尻を持ち上げてみてください。お尻、はい、ヒップアップ、はい、で下ろしていただいて、こうすると今骨盤も足もニュートラルな状態っていって力がこう均等な状態なんですけども、この時に見てみると膝の高さとか指の長さとかがちょっと個人で見るのは難しいかもしれないですけど、今こう指の長さとか見ていただけると分かるんですけども、うんうんうん、結構左右の差が大きいの分かりますかね。どうなんだろう自分だと全然分かんないですね、はい、指の長さに左右差が今これぐらい見えますかね、ある状態でございます。後で画面見るの楽しみですね、はい、そうすると結構そうですね 0.5 から1センチぐらいかな、こっちの方が足が大きいですね。はい、で一応膝なんかも見てみるとちょっと際どいんですけど、こう見てみるとなんか基準にあるものがあった方がいいですか、こうやってやってるとなんとなく、あ、手じゃないですか、見えますかね、こう今左は触れてないですもんね。そうですね、右側だけ触れて左はちょっと浮いてると思うんですよ。こっちの方が短いっていうことがいいですね。あ、なるほど。こっちが長いです、はいはいはい、で指もこっちが長いですっていうような左右差が今体の中で出ているのが、はいはいはい、側弯症の方にかなり著名に出る。そうなんですね、はい、なので
これが隠れ側腕症。わお。ってことは僕も隠れ側腕症なんだ。そうです、そうです。やばいやばいやばいえ、じゃあこれ放っておくとどんどん悪くなっていく可能性が。もちろんです、もちろんです。はい、本当にそれこそ高齢者というか、お年を召してしまった時に、はいはいはい、骨の形がこう変わってきたときに、はい、そういう変形をしてきて、ちょっと困ったことになってしまったのが非常に多いですね。そうなんですね。はい、私は側弯症じゃないですって思ってた人が、うん、ある日突然なっちゃったということも。あ、そうなんですね。はい、ちなみに、これ今チェックしてもらったと思うんですけど、自分自身でこうチェックできる方法とかもあるんですか？はい、あ、そうですね。やっぱりこのままだと足の指は見れないと思うので、膝の高さでしたら、普通に腰掛けて、足が浮いてるぐらいちょっと高いところで、深くまっすぐ腰掛けると、左右差があるので。あ、そうなんですね。ちょっとやってみましょうか。はい、座ってやる場合はどういう感じですか？なるべくまっすぐ腰掛けるんですけど、はい、深くまっすぐ座っていただいて、膝を閉じるように。そうですね。で、膝閉じる。はい。結構もう目視できるぐらいだと思うんですけど、こうやってやると。見えますか、皆さん。まあ、ちょっと隙間が、ね、びっくりしますね。これ全然あれですね、わかりますね。そうですね。さっきのだとわかりにくかった部分が。ちょっと1センチ弱ぐらいですかね、左の方が短いですね。で、一応学術的にはその3センチとか4センチとか以上足の長さに差があると歩き方がこう変化してきてしまう、いわゆる跛行というものが出てくるって言われてるんですけど、1センチってビザでも体の中ですごく大差になって姿勢の歪みとかにつながってきてしまうので、なのでこういったところを見破っていくと。なるほどですね、わ、はい、かりました。僕はちょっと隠れ側弯症っていうことが分かったので、皆さんもぜひですね、この側弯症チェックをしてみてもらって、で、この後にもしよかったら側弯症を改善するエッセンスなんかがあれば、はい、ぜひ教えていただきたいなと思いますので、はい、この隠れ側弯症ないしは完全にしっかり側弯症になってしまっている人が解消できるようなエッセンスを教えていただきたいなと思いますので、はい、次回の動画もぜひご覧いただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。